天書体っていう文字なんですが、これはですね、中国の殷王朝時代に生まれたと言われております。この古い文字をですね、子どもたちに学んでもらうことによって漢字というものに慣れ親しんでほしいというのが大きな目的であります。本当に素晴らしい作品だなって、本当に素直な気持ちが出てるなって思いますね。古河地区、宗和地区の子どもたちには古河天国美術館の方で12月の13日から翌年の3月の4日まで開催しております。また三和地区の子どもたちの作品は1月の26日から2月の18日まで展示しておりますので、ぜひご来館の方をお待ちしております。